こんにちは、すみです。グミップルラボというお魚のグミを作っていきたいと思います。フィッシンググミバージョンだ。釣りや金魚すくいがグミでできるらしいです。食べられるお魚。リュウグウノツカイとかイカ、カメ。あ、そういうのならこちらで逃げます。すごい。何種類だろう、ジューシー。15？ 全長約12センチのマグロだって。12センチってここまでです。そんな大きいグミができちゃうんだ。しかもね、そのマグロはね、解体ショー、この解体ショーができるんだって。この中にね、赤身を入れて、それで切ると、きちんと出てる。じゃあ開けてみよう。わ、これ池でかい。大きな池す。マグロの大きさこれです。これが金魚ちゃんで、金魚ちゃんと比べたらこんなに大きいんだよ。ちょっと大きいね。これ2個合わさるからすごい立体なグミが作れるんだ。そう、この分厚さを見なさい。すごい、ほら、こんなに分厚い。このくらい分厚いです。では他のも開けていきます。はい、開けれました。すごいね。お魚のトレイがね、6枚。これ釣り竿、これポイ。ポイもね、グミで作れるんだ。ポイの中身にあの白いグミを入れて、今回7色のシロップにカルピス、ゼラチンもね。これは絶対にもう用意しなくちゃいけない。そうだね。どれから作ってく？やっぱ A じゃん。ビーカーにかき氷シロップ赤 50ミリ。 じゃあ入れます。ちゃんとね、50のね、メモリがついてるビーカーに。じゃあ一口味見した方がいいので、みんな味見してみてね。ゲロママ。湯煎でね、温めてゼラチンを入れてもいいんだけど、湯煎ちょっとめんどくさいから、この作ったグミ液をゼラチンに入れてチンしちゃいます。ちょっとね、ズルだけど、これでね、ちょっと電子レンジでチンしちゃいます。はい、チンしてきました。うー、混ぜ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 。はい、じゃあマンタ流していきます。おー、トロトロ。他の赤もやっちゃおうか。もうグミみたい。細かい作業をするときの、あった、あったったら、この子がいた。その細かい作業をするとき、さすが。ここに、赤のタコもいるから、タコさんも一緒に作ります。金魚、おマグロの赤身、いいんじゃない。こぼさないようにそーっと冷蔵庫で冷やします。カメさん行きましょう。次はグラデーションにね、カメさんはなってるので、先に緑を入れて、後からカルピスかな。グミってこんな簡単なんだね。なんかもっといろんなさ、色作るのめんどくさいのかなと思ってたんだけど。お、それぐらいかな。カメさんの甲羅に1000円チャーシュー。待って、これで乾かすよ。常温でもね、どんどん固まっていくから、ここで冷ましてから冷蔵庫入れた方がおすすめです。さっきのね、マグロの赤身とか金魚がもうすっかり固まってそうです。すげえ。え、あ、出せた。わー、すごい。このブルブルさ、伝わるかな。これね、本当に柔らかくてプニプニになる。ちょっとここさ、食べてみていい？うん、知って。こんな透明なマグロの赤身ある？切れた。これ食べます。ゴミになってる。いちご。え、超うまい。マグロはね、半分だけ青入れて、で少し冷蔵庫入れます。ポイの出来上がりです。カルピスでポイ。はい、でも7色のね、グミ液が揃いました。マグロちゃんに赤身を入れてください。お、いい感じ。ちゃんと赤身が隠れたね。お、イカの色がとっても綺麗。本当にグミップルラボだね。ほんと、ラボです。実験です。いろんな、お、赤と緑で、緑、茶色っぽい。はい、タコちゃんできました。かわいい。これね、剥がすのが激ムズでした。なんとか、これも、あ、それでね、そうそうそう、スティックで剥がせました。エイもね、釣り具つけてみました。もう固まったんですか。これでね、釣りができますね。わお、わー、赤身が透けて見える。おー、見せて見せて。なんか赤身、赤身、赤身。うえーい。こっちには赤身が入ってません。いきます。わー、すごい、分厚。可愛すぎてキュンです。すごい、金魚ちゃん3匹可愛い。ホタテも綺麗。リュウグウノツカイ、これサメ、ハコフグ、
これヒラメ、イカ、これなんだろう、タイかな、ウミガメ、タコ、エイが2匹。うわーすごーい。これあの最後にパパッと作っちゃったやつ。余ったね、もうほらね、こっちがイチゴで、こっちがブドウ。マグロがね、3匹もできちゃったね。で、これも美味しいですよ。これレインボーマグロ。これね、イチゴとラムネカルピス。イチゴラムネカルピス味の、うまそう。じゃん、お楽しみのマグロ解体ショー、私が楽しみです。以上。まず最初はやっぱり定番の青ですよね。最初はまず顔を分けていきます。マグロのね、はい、頭はね、マグロのカマって言いますかね。マグロのカマが取れました。もう赤みが見えちゃいました。もう赤みが見えてる、頭だけで。ではぶつ切りだ。おお、赤み大きめ。三枚おろしにしますか。味見というかさ、普通に食べたい。はい、開けれました。真っ赤っかよ。あ、新鮮そうですね。ここを切り取って、それでお寿司を作ってるんですね。なるほど、解体しましたね。釣りしてみようか。次釣りしましょう。やっぱり最初はこっちっしょ。金魚すくいかな、それは。そう、はい、中にいっぱい入りました。イエーイ、いっぱい泳いでる。いっぱい泳いでますね。じゃあすくいます。はい、おいおー、1匹目ゲット。これはヒラメ。ヒラメ、はい、お、大量大量。え、じゃあこれ食べちゃっていいの。え、ポイも食べてみる。あ、泣いたよ。食べちゃったぽい。うわ、どうですか。うますぎてキュンです。じゃあちょっと釣りしてみたいな、お母さん。じゃあボスも入れていきます。よーい、ドン。あー、狙われた。あ、あ、切れた。ん、切れた。お、エイが釣れた。ちょ、ずるずる、それずる。ボス釣られちゃった。あ、タコ釣れた。4ポイント。はい、じゃあ切って食べます。命に感謝、いただきます。かっこオロチンユさんをパクらせていただきます。オロチンユさんファンファンだからね。ファンファンです。うまっ。なんかブルーハワイにさっぱりして、さっぱりして。え、お母さんもじゃあ尻尾の部分ください。さらに切られちゃった。サメちゃんのちょっと尻尾食べてみます。うん、普通にグミになってんね。おいしい。このね、これもちょっとバクッといってみたいけど、いってみる。それは私のだ。これはね、メインはスケスケピーチグレープマグロ。めっちゃスケスケでね、綺麗だよね、それ。スケスケ。いただきます。はい。おとろ。